この動画は閲覧注意度3、2、5の公開です。すべて電磁波が起因となって出ている症状だと思われます。時系列をたどると起因となる事柄が一致するからなんですね。そして毎回同じ部位に同じ症状が出るからです。部位は顔、耳、手、それぞれ閲覧注意度はレベル3、レベル2、レベル5としています。顔は特にこの顎から頬のライン、そして首のラインにも出ます。そして耳はこの耳介の部分、耳たぶのところではなくてこっちなんですね。外側の方に主に出ます。手は指先とか、スマホとかパソコン、ノートパソコンとか触っているその接触部分に出ます。どんな症状かっていうと、ここに書いてあるのは、私は医者じゃないのでね、診断できないので、また医者に見てもらうことも機会がなくて、診断は得られていないんですけれども、仕方ないので、自分で本を使って調べて、該当するそれ用のものであるという形です。で、このどんな炎症具合なのかっていうのを写真で公開するんですけれども、ちょっとやはり見苦しいのでね、まずはそのそれ用だなという症状をちょっと説明して、想像できる人はそれでストップしといてもらえたらなと思います。でもこの動画では公開します。で、この顔のラインに出てきた症状は魚鱗線みたいでした。魚鱗線っていうのがイメージがものすごくマッチしているので使ったんですけども、ただ子どもの赤ちゃんの時から魚鱗線っていうのは出てくるものなので、大人になってからこの乾燥がひどくてね、この魚の鱗ですよ、まさにそれを表しているような肌の状態になっているので、乾燥してるわけなんですね。なので汗腺っていうふうに大人になってからだと言われます。気持ち悪さっていうのはもうこの魚の鱗って言っただけでわかると思うんですよね。本当にガサガサがひどすぎて、ボロボロと本当魚の鱗のように落ちてくる、そういう状態の写真、かなり注意度高いですよね。そして耳に出ている症状はそういった汗腺ではなくて、逆に膿んでいってしまっている写真なので、レベル2としています。症状としては、耳介の部分が真っ赤に腫れて熱を持ちます。で、腫れます。その時にかゆみを帯びます。無性にかゆいです。そしてそれを過ぎると水泡がポツポツポツと出てきます。それが破裂するとそこが生み出します。で、これを、病状名で言ったら脳下心なのかなっていう感じなんですね。簡単に言うと飛び火って言われているものなんですけれども、なのかなっていう感じであって、でもここから飛び火しないんですよね。この耳だけで収まっていてるので、なんか違うんじゃないのかなとも思いつつ、脳下心という
風に言えばイメージがつきやすい本当症状名だなという感じです。そして手に出てくるのは、これも飛び火に近いんですけども、どっちかっていうと豹訴なのかなと思いました。まあ同じですね。赤くなって腫れて、今度水泡になるから、ここをすっ飛ばしてぐちゅぐちゅっと生み出す方が先に来るというか、まあその腫れ方がひどいのでね、これを豹訴と私は思いました。それでは、それぞれの写真を公開します。ご覧いただく場合はですね、食事中またはお食事前は避けてください。では公開します。閲覧注意レベル3です。3、2、1。ああ、ここでキャーっていう効果音入れたいぐらいなんですけどね。ちょっと一旦捨てよう。この顔に出てきている汗腺です。魚鱗腺の部分。この写真ではね、あまりよくわからないと思うんです。治りかけの時に撮ってます。2018年3月末に撮っているんですけれども、その皮膚がね、剥がれ落ちた後に跡が残っていて、まだ少しポロポロしてるんだけども、まあ治ってきたのは良かったなと思って、こうね、赤くこうの跡が残っちゃってる状態を撮影しました。少しアップにしますね。こんな感じになってたんですね。この写真とかね、アップにするとで、なんだろう、ひげですかって思う感じで、青ひげじゃない、赤ひげみたいになっちゃって、こんな感じになっちゃってたんですね。そして、レベル5のところでも、この魚鱗腺、もう本当に皮膚がボロボロ落ちてる時の、白っぽくなってる写真を手の写真と一緒に写してます。まあ、同時期にそれが出てきたので、1枚のシートにまとめています。今の写真でも気持ち悪いと思った方は、ここでね、ストップしといた方が身のためだと思います。じゃあ次、注意レベル2。耳の、この赤く腫れて水泡が出てるところの写真を公開します。いきますよ。3、2、1。これね、2019年12月11日撮影しています。今の物件に2019年9月19日に引っ越ししてきてるんですけれども、冬ですね、ホームセンターに買い物に行って、で戻ってきて大変なことになりました。毎回外に行って電磁波の多いところに行くと、必ずと言っていいほど耳がこう真っ赤に腫れ上がるようになっちゃったんですね。この症状って主に
細菌感染で出てくるものなんですけれども、なぜかこの電磁波の多いところ、特に車に乗って街の方に行けば行くほど耳が腫れてくるのがわかる。で、赤くなってきてるのも、わかります。そして熱っぽくなるんでね、でもふらつきも出てくるんです。で、どうしても冷たいもので何かこう冷やしたくなる感じがあります。で、お家に戻ってきてブレーカーが落ちているんですけれども、そうするとこの腫れが引いていくんですね。おかしいなーって思いました、そこで。少しアップにします。水泡。こんな感じでぷくっと腫れてるんですね。これが全体的に見ると、ここの厚みは半端ないですよね。そして水泡もここだけじゃなくて1、2、3、4、5個ぐらいプツ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 っと出てるんですよね。なんだ、たらこみたいになっちゃってる。で、だんだんアップにしていって、クローズアップしていくと、もう正面から見て、このように水泡がプーって膨らんでるのが見える状態ですね。そして普通耳ってここを分かりやすく、耳の穴とかが分かりやすく、凹凸があるはずなんですけれども、凹凸なくなっちゃってるほどの腫れになってるんですね。少しなんか青筋立ったな、血管みたいなのがぷくぷくとこうちょっと見えてたりとかもします。髪の毛でちょっとそれは見えないけどね。これが注意度2の写真ですよ。次、すごく恐ろしい。レベル5いきたいと思います。手と顔の炎症です。ちょっといきなり見せないように私もちょっと工夫してこのシートを作りました。これがね、めくれてしまうとまずいよ。じゃあ、いきますよ。注意度、レベル5ですよ。食事中の方お気をつけください。3、2、1。これまだね、遠くから見えてるから 大丈夫かと思いますが、クローズアップしていきますね。ああ、気持ち悪いの見え始めましたね。キャー。恐ろしいや。ちょっとまず顔の方からいきます。こっち側の、白くブツブツブツって見えるの分かりますかね。もう口の周り全部が乾燥しちゃって、もうね、かさぶたなんですね。乾燥っていうレベルじゃない、かさぶた、もうボッコボコに皮膚が浮いちゃってる状態なんですね。これはね、2020年4月11日撮影しています。恐ろしいですよね。ただ2018年3月末に撮影したあの顔と似てる、同じところが炎症している、そして同じような跡が残っていってしまったっていうのは共通点ですね。次、手の炎症です。これ、表層だと思うんですけれどもね。特にこの左手の
薬指のところの腫れがひどくて、で、それが飛び火していって、このね、中指、人差し指、親指、小指と進行していってる感じがあります。ね、ここちょっと黒ずんでるんですけど、これは一旦治ったんですね。で、こっちが、化膿し始めてるところ、あ、化膿もこれもだいぶ治り始めてるんですよね。もっとぐちぐちで気持ち悪かったんですけど、さすがに痛すぎてね、スマホが持てなかったですね。同じ、左手です。この手の甲だけじゃなくて内側にもね、湿疹が出てきてしまいました。そしてこっち右手なんですけれども、右手はこの薬指にポツってちょっと見えるんですけれど、出てきてしまいましたね。で、こちらもですね、やはり細菌感染の症状なんですが、まあそうですね、スマホ、あとはなんか電子機器触ると同じように腫れてきた。で、一旦戻します。この手首のところも腫れたことがあって、これが2016年にパソコン、ノートパソコンでこうやってタイピングしますよね。そうするとこの手がパソコンについてたここの部分が赤くなってたんですね。で、この写真も一応スマホで撮ってあるんですけど、現像ができてないです。まあそれ現像できたらまたね、お見せしようかなと思います。ただ、ごめんなさい、また見せますけど、このブツブツという症状が出てきたのは2018年以降です。手先にこのように出てきたのはそうなんですね。で、これは電磁波過敏だけじゃなくて、低周波音症候群の二次被害でもあると思ってます。というのも、左手のこの薬指でよく頭をかいてしまっていたからなんですね。で、電磁波過敏でこうなってるというのは一つだけの原因ですけども、やはりこれもそれだけじゃなくて、二次被害であって、で、電気が使えないので、お風呂にあんまり入ることもできない。低周波音症候群のために、その給湯器を沸かす時の、お湯を沸かす時の音とかがもう耐えられなくって、そういうのもあって、なかなかお風呂に入れなかったりしました。で、洗濯機もない生活2年続けました。それなので、どうしてもね、手洗い、ね、手絞りだけじゃどうしても雑菌が繁殖しやすい環境になってしまいますね。頭もね、自分の手で描いていて、頭がまず汚いからね、そこでまた細菌感染してもおかしくありません。洗濯物も洗濯機でちゃんと洗えない、洗濯機がない生活でした。で、こちらに引っ越してきてからも、このお家でもう何十年使ったんだろうっていう、2004年とかの製造の洗濯機を使わせてもらっていました。ですから、カビだらけの洗濯槽で、まあ、洗濯したんですね。そして、これが4月に撮影している手なんですけども、春先になって暖かくなれば、当然細菌たちも活動しますので、まあ、こうした感染症になることもありえましょう。まあ、いろいろ総合されて、この症状が出てきてます。
細菌とかね、あとこのお家はカビがひどくて、ハウスクリーニングもね、1月にようやくかけられた状態だったので、まあ、そっから今度掘りごたつの、カーペットの取り替えをして、張り紙を変えて、とんでもない化学物質の匂いがひどくて、カビ臭と化学物質の匂いと、あとこのお家自体がずっと空き家だったものだから、まあ、そこで充満してた空気の悪さといい、ホルムアルデヒドも充満してたりとかもして、本当ね、いろんなものが総合されて出てきた疾患ゆえのものだと思います。では、この公開はこれで終了しますけども、あと一つね、注意レベル度無限大っていうのを用意しています。それはまた次の動画で公開します。